ソニックライダーズにはエッグマンが古のお宝を狙うというストーリーがあります。今回走るバビロンガーデンがその舞台です。お願いします。バビロンガーデンは空中要塞です。常に落下がつきまといます。怖っ。スピードやフライタイプのギミックを使おうとするならなおさら足場のない場所へジャンプしなくてはなりません。その点パワータイプなら破壊可能オブジェクトが地面にあるので安心といえば安心でしょうか。わあ、しまった。角度が悪い。大丈夫、届きます。うわあ、少しヒヤヒヤしました。エマージェンシー発動、エマージェンシー発動、侵入者を排除する。ファーミー、ここにはかつてバビロン盗賊団が住んでいました。すでに廃墟と化していますが、お宝を守る防衛システムは生きているようです。わあ、ソニックライダーズにはその盗賊団の子孫、ジェット、ウェーブ、ストームというキャラがいます。エッグマンの野望と同時に彼らと競い合うのも、このゲームの重要な内容です。わあ、にしても通路を爆撃して穴を開けるとか、これ叫んでかわせる人いるのでしょうか。わあ、困難。速度を出していると難しいかもしれません。さて、このジャンプの後は2周目開始です。落下にさえ気をつければ砂漠コースのようにハンドルを取られる勇者もないし、ジャンプ台も長いので事故も少ないと思います。あとはこのまま走れるかどうかですね。わあ、はい、頑張ります。1周目で危ない思いをしたことも、もう失敗はしません。わあ、空にはお宝を守る戦闘機が飛び交っています。まるで番犬のようですね。撃ったんだからチワワって言ってください。わっ、わーわ。さーて、遥か高くから落下して戦闘機の下に捕まります。上じゃないんですね。わー、この先にはスピードタイプ用のレールがありますが、コースの外に向かってジャンプしなくてはいけません。その上確かものすごく遅いです。スピードタイプは全体的に不遇な感じがしますね。わー、そろそろ3周目が始まりますが、2位とはそんなに差がありません。まあ今までと比べればですけど。わあ、エッグマンの工場や森のコースだと二股の道の内側か外側かで相当タイムが変わりますが、ここは基本一本道ですし、その点が関係あるのかもしれません。スピードタイプはここからグラインドできます。普段やんないことしてジャンプを失敗しました。マッシュアウト。ああ、いけない、角度をミスった。シュワー、セーフ。やっぱり一度やらかすと続きますね。わー、ちなみにジャンプの度にエッジとか SS とか表示されますが、あれはジャンプ中の回転に対するスコアです。ランクが高いほど着地時の加速が速くなり、エネルギーも多く回復します。さて、明かりそう。この番犬戦闘機さんはシュワー、よくできました。私も最後まで出来のいい走りを目指します。わー、このフライの場所もジャンプが必要です。よし、成功。結果決めくぐれなかったわ。わあ、私が無事故でかっこよくゴールする日は来るのでしょうか。わあ、よくね、言われるんです。この姉あってあの妹だって。わあ、お姉ちゃんもっと頑張んないといけませんね。わあ、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 ありがとうございます。バビロンガーデンを1位で攻略。すごいお宝は私のものです。ワールドイズマイン。